前回アベコンドッキリ終わりをドッキリに落とし入れたこちらの仕掛けに、その後生配信を行い、コメントで活動名の候補を集い、その集めた候補の中から本人の希望も掛け合わせて、今後葵くんと名乗ることになりました。今後も D チャンネルとこちらの葵くんをよろしくお願いいたします。今回あれなんですよ、清盛さんが前々からちょっとこれやりたいですって言ってたものがあって、はい、ええじゃないか、よい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 今こうやって踊ってました。カメラ全然映ってます。映ってデデン、ええじゃないか。この前富士急ハイランド行ってきまして、山梨のこれ見た時、これは動画向きやと思ってニヤリとしながらね、ロシアンクッキー12分の2、ね、これはね、こうあの門通り打ってくれるんじゃないかと。ユーチューバーらしいですね。ユーチューバーらしいものを見つけてしまった。だってすみません。清盛さん辛いのそもそも大丈夫じゃないですか。大丈夫ですよ。だから苦しむのはこの3人だけですね。もう2つとも清盛さん当たってもスンとした結果。これ見た目で分かるとかそういったのはないと思いますけど。あ、これは分からねえ。これは分からねえや。はい、こんな感じで。合わせて。最初はグー、ジャケット。いやー、一番最初に食べれます。でも率低いっすか。あ、そうだ、そうだ、グーチャケット。あ、2番目ですね。あ、それグーチャケット。ちょっと最初か。あ、どんどんね、さあ3人ともせるんだったらどんどん阿部さんの率上がる。あ、そうですね。じゃあこれもう直感でいいんすか。それでいいんですか。本当にいいんですか。いいんですか。知らないですよ。いいんですか。いいんですか。ここら辺で。あ、そうか、間違えた。待ってる、待ってる、待ってる、待ってる。あ、2個、2個思います。これまだ全員セーフの可能性もありますか。ありますからね。せーの。どこからクーパーなのか。大丈夫ですか。皆さん、あのなんか乗り込んだ時になんか下ひりつく感じありますか。うん、全然ない、はい、甘いクッキー。あ、じゃあ来ましたね。後からね、後からちょっと来たね。来たね。あのちょっと皆さん ごめんなさい。え、これまた自分も行くんですか。そうですよ、それはそうです。何言ってるんですか。確か止まり行こう。あ、こっちがさっき自分だけだったかな。まだ4つありますからね。ちょっと赤い気がするな、さっきより。そうですね。そうですね。だから1個だけですからね。行きましょう。行きましょう。せーの。あれ？ちょっと待って。さっきの余裕でちょっとよく分かんなかった。そっち、いや大丈夫です。ごめんごめんなさい。僕辛いの苦手なんで。すぐ分かると食べたら。というわけで2点目になってるところで、じゃあ4分の1ですよ。おお、まあ。別行きます。いや、ここは危ないでしょ。あ、だって、ハンデは入ってるから絶対に。うわぁ、なんか嫌だ。どれだけ欲しい。せーの。デビスはすごい、めっちゃ辛いですよ、これ。あれかな、やっぱジュラスキンカレーとかそういったのってちょっとなんか麻痺してたのかもしれない、自分前に。自分はじわってきたんですけど、いや、もう一瞬でした。もうマジですか。風味がもう違いましたもん、全然。そうですか、マジですか。あ、これなんだろう、なんかジャックとか強とかあったのかな。